はい、Jキングワールドです。今日は1月17日ということで、26年前にね、阪神大震災が起こった日ですね。そういう日がね、この日曜日なので、そのことについて今日は語っていきたいなと思ってます。その26年前は私は30歳だったんですけれども、名古屋に住んでたんですね。で、名古屋に住んでて朝の5時46分にすごい揺れ感じて、起きたんですけれども、その時は名古屋がね、地震になってるなっていうのを思ってて、でその後普通に会社に行ったら、神戸がね、神戸とか最初京都とか大阪がね、すごい地震になってるって話を聞いて、やばいなと思ったんですけれども、実は報道されてない神戸がね、一番ひどくて、特に東灘、芦屋、西宮の辺がね、大変な状況だったっていうことが後々分かってきて、でその日は確か普通に家に帰ってたんですけれども、おじがね、芦屋に住んでいるのと、一族みんな神戸、明石に住んでいるので、いろいろ気になったので、会社をね、休ませていただいて、翌日、なんだかんだね、芦屋のおじのところに持っていくもの、電気しか通らないって言われたんで、電気ストーブとかね、いろんなものをね、リュックに満載していきまして、その時は新幹線で新大阪まで行って、なんとかね、阪急で西宮北口まで行ったんですけれども、そこから何もなくて、線路は全部歪んでいる状態で、この歪んでいる線路の上をね、とぼとぼと歩いて芦屋まで行きましたね。でおじに会って、荷物渡して、また歩いて西宮の北口のところまで帰ってきたというふうなことをしました。でその時驚いたのは、西宮北口のね、駅のトイレがもうすごいことになっててね、本当にもう溢れ返ってるどころの騒ぎじゃなくて、本当にすごい状態、もう何とも言えない状態だったので、それがもう本当びっくりしましたね。で、その後ね、そんな状況のところから普通にね、阪急に乗って、で新大阪で新幹線に乗り換えて、家に着くわけですね。で、もう阪急乗って大阪着いたら別世界なんですよね。完全に駅のトイレは普通に清潔で綺麗で、でも西宮北口から先はもう全然もう何もインフラが潰された状態、凄まじい状態でね、そのなんか落差っていうのをすごく感じましたね。人間の文明が正常に機能しているとこんな感じで、それが崩壊するとこうなるんだなっていうのがすごくびっくりして、あとね、その新大阪から乗った新幹線が名古屋行きの名古屋東京行き、名古屋経由東京行きなんですけれども、その新幹線の中でね、みんながね、みんな他人なんですけどね、みんな普通だったらもう誰とも話をしないんですけれども、みんな乗った人が多分救援に行った方なんでしょうね。興奮してて誰からともなくみんな話をしてるんですよね、大声で。ここがどんな状況だった、ここがどんなんだったというね、その雰囲気がすごかったなと思いました。で翌日もね、自転車があればもうちょっと行動できるという話だったので、自転車を名古屋で買って、で折りたたみ自転車を持ってまた新幹線で、新大阪行って、西宮北口から今度はね、買っていった自転車に乗って芦屋のおじの家に行きまして、また帰りは自転車渡して歩いて帰ってくるということをして、戻ってきました。それ以外にね、うちの家のね、その実家の下の長田の方の火事とかでね、火の粉が飛んできたとかね、いろんな話もその後聞いたんですけれども、名古屋に住んでたんで、実態として大きく感じるものはね、そんなにないんですけれども、2回ほどそういう形でね、翌日と行って、いろいろしたというふうなことがありました。で、その後は、東北の、震災があったりして、で音楽を通じてね、その東北震災のね、チャリティーライブとかをね、ずっと今も継続してやってまして、
昨今はね、去年かな、同じく神戸出身のね、シンガーソングライターで榎木ありささんっていう方がいらっしゃるんですけれども、彼女がずっとまあ、阪神大震災のねチャリティーライブを、神戸でなくて、横浜のね方でねずっと主催されてて、昨年はねそのチャリティーライブに参加させてもらって、歌わせていただきました。まあね、二十何年経ってるのにずっと継続して、しかも神戸でなくて東京の方で、ずっとね、神戸の震災の方も忘れないでくださいという思いをね、語って、ライブやってる姿は素敵だなと思って、去年もね、去年初めて参加させてもらって、30分ほどステージさせてもらったんですけれども、今日はね、まあこの後その時のね1年前ちょうど丸1年前のね、ステージの演奏を聴いてもらおうと思います。阪神大震災、私は直接被災してないんですけど、ちょっと叔父の家が潰れないとかね、いろいろありまして、あの時西宮北口から芦屋まで電車が止まってて、その中を2、30キロの荷物を担いでね、叔父の家まで行って、電気が とりあえず通ってたんで、電気ストーブとね、あとあの当時 お湯のいらないシャンプーかなんかがあって、それを持って行って、あとまあなんだかんだ 2,30 キロ持って行ったのを2往復、磯宮家からしたんですけれども、本当に家が全部潰れてて、見慣れた光景、芦屋の高級留学会がもう本当に崩壊してるような状況になって、本当になんかね、別世界でしたね。大阪との電車が通ってるところと、被災地との差があまりに激しくって、なんかこの光景を本当に降りた瞬間びっくりしました。降りた瞬間タイムスリップしたような気分。西宮北口で降りたらもう目の前が被災地で、本当にこれ戦後終わった直後ぐらいの風景がこんな感じなのかなっていうふうな、風景がバーッと広がってて、なんか降りた瞬間怖かったです。はっきり言って逃げようかなと思ったんですけど、本当にもう、ただみんな黙々と歩いてね、救援物資持って動いてたんで、それで行ったんですけれども、あとは25年ですね。本当に25年経って、その間いろんな災害がありましたけど、都市型の直下型地震というのは本当に怖くて、生き埋めというのがあるんでね、本当に今なんかその状況とかそういうのは風化させないで継承していきたいという意味でいくと、このイベントね、東京でやるっていうのはすごく意味があるかなと思うので、本当にいいイベントだと思います。じゃあちょっとその当時流行った歌で、イエローモンキーのジャムという歌をちょっと歌ってみます。Yeah.
じゃあ、 そういうことで今日のケーキングワールド終わります。ありがとうございました。